皆様、政府講演会のサイトを見ていただきありがとうございます。政府講演者であるうちの学長は、これはご縁です。ご縁のおかげで素敵な出会いとなり、今日の政府の発展がありましたといつも申し上げております。それでは自己紹介します。私はこの講演会の講師であり、オンラインの講義担当の講師でもある徐陽と申します。私の話す内容は、政府のメカニズムと2分間で目がすっきり、15分間で膝痛の改善方法の体験、そしてどのようにすれば政府士になれるか、およびかかる費用についてです。今までの講演会は、政府を理解していただくために、皆様にわざわざ会場まで足を運んでいただければなりませんでした。時間もかかり、交通費もかかりました。新型コロナウイルス感染症拡大の前と後では、世の中は大きく変わりました。政府学園も変わりました。これは時の流れであり、必然のことだと思います。より合理的な展開になったとも感じます。政府のメカニズムには3つのポイントがあります。1つ目のポイントについてお話しします。引っ張ると血が流れます。皮膚がきれいになります。まず、政府論の1006ページと1007ページに掲載されているこちらのイラストをご覧ください。押すと血が止まり、引っ張ると血が流れます。流れる水はきれいです。押すと黒ずみます。引っ張ると皮膚にツヤが生まれ、白くなります。毎日の肘をつく姿勢の習慣から黒くなります。腕の内側は何万回も引っ張られるので白くなります。続きましては、政府論の258ページと259ページに掲載されているこちらのイラストをご覧ください。果物は皮にツヤがある場合は実も美味しいです。ですから、胃の上の皮膚を引っ張るとその部分がきれいになり、がんの予防にもなります。ぜひ小児科医で、がん政府の著者でもあります角田智司先生の講演をお聞きください。さらには脳神経外科医の田中芳美先生の講演もお聞きください。聞いていただくと、なぜシミがなくなるのかお分かりいただけます。政府のメカニズムの2つ目のポイントについてお話しいたします。皮膚を引っ張ると筋肉が柔らかくなり、早く鎮痛効果が生まれます。政府論の1008ページと1009ページに掲載されているこちらのイラストをご覧ください。押すと硬くなりますが、引っ張ると柔らかくなります。土を耕すように皮膚を引っ張ることで健康になります。政府論の670ページと671ページに掲載されているこちらの写真とイラストをご覧ください。私がモデルになっておるのですが、このような形で皮膚を引っ張ることで肩こりが治ります。メカニズムの3つ目のポイントについてお話しします。引っ張ることで血が流れますが、同時に心地よさ、つまり愛と快が生まれます。愛と快があることで、より体液が流れます。食べ物と同じで、美味しいと感じることで、より体液が流れ、愛と快が生まれるからストレスがなくなります。さらには不眠も改善されます。精神科医の高橋博次先生は、政府がうつ病の治療に有効であるとおっしゃいました。実際に政府を行っていきたいと思います。政府の素晴らしさは、自分の指で行えることです。政府論の918ページ、919ページに掲載されているこちらの写真とイラストをご覧ください。今から目の政府を行います。まぶたを引っ張る時の強さは、ぶどうの皮を剥くような強さで行います。まぶたを行うときは、2本の指で行います。西定法という行い方で行います。眼球に触れないように、優しくまぶたの皮膚をつまんで引っ張ってゆっくり戻します。このような形で行うことで目がすっきりします。大事なのは、つまんで
引っ張って心地のいいところでゆっくり戻すということです。必ず一番気持ちがいいという点があります。そこまで引っ張ったらそれ以上引っ張らずにゆっくりと元に戻します。このような形で片方のまぶたを1分間から2分間2から3秒かけて引っ張って2から3秒かけてゆっくり戻します。これを日々継続することにより眼精疲労だけでなく近視や老眼も改善します。膝のセーフについてお話しします。今回は階段を降りる時の膝の痛みについてご説明します。大事なのが1、2、3、4、そして膝の裏側のこの5箇所です。まずは前から順番にご説明します。丁寧にこのような形で引っ張っていきます。そして今度は膝の裏、膝の前を行うときは膝を伸ばした状態で行っていただき、この膝の裏を行うときは曲げて行います。奥の筋肉には触れず表面の皮膚だけを優しくつまんで引っ張ります。引っ張って2から3戻して2、3、1秒に1回のリズムで行います。つまんで引っ張って戻してつまんで引っ張って戻します。それぞれの箇所を3分間ずつ行います。3分、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 そして膝の裏も3分。毎日行うことによって階段を降りる時の膝の痛みが日に日に改善します。血液の流れが悪いと血が滞っています。ですから痛みが生じます。皮膚を引っ張ると血が流れ出します。痛みが改善されます。ぜひ整形外科医の宮田茂樹先生の講演をお聞きください。なぜ政府は痛みの改善において日々感動されるのかがお分かりいただけます。政府講演会のサイトを利用していただくと、皆様にも学園にも両方メリットがあります。政府習得も同じです。この度、政府の技術を動画にしました。対面授業の方がもちろん良いですが、忙しい方、外に出られない方、金銭的に余裕がない方にとっては、動画を繰り返し見ることによって、対面授業と同じ効果があります。教材は政府論と政府論映像 DVD だけです。不明な点ややり方についてはオンライン講義で私が担当します。教材でありますこちらの政府論。この本は全ての分野において画期的な効果があります。緩和医療や看取りをはじめ美容、スポーツ、リハビリ、不登校にも効果があります。政府論映像 DVD、 こちらが政府論映像 DVD です。全部で12巻あります。小児編、がん編、耳鼻咽喉編、呼吸器編、循環器編、消化器編、泌尿器編、婦人編、美容編、診療編、リハビリ編、緩和医療編、以上の12巻となります。
箱に入れた状態でお送りいたします。セーフロンが105,000円です。セーフロン映像 DVD が120,000円です。合わせると225,000円です。教材を見て納得してからお支払いいただくことも可能です。ぜひ気楽に教材をご請求ください。ご覧になっていただいて入学をご希望される方はお支払いください。そうでない場合は着払いで政府学園本部までご返却ください。検討期間は2週間です。障害がある方、コロナ禍で失業された方、母子家庭の方などの場合は費用の優遇措置も可能です。メール、ファックス、電話で気楽にご相談ください。ぜひ先生方の講演をお聞きください。きっと政府は人類の財産だということをお分かりいただけます。政府を覚えて周りの方々を幸せにしていただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。